イオマルいよは、日本国有鉄道四国総局宇航船舶管理部、宇航航路に在籍した、客はじめ車両都船である。船名不安座、JAQDC。瀬戸丸型車載客船3隻の老朽取り替えと、増え続ける、価格需要に対応すべく建造された、イオマル型4隻の第一線である。 日立造船桜島工場で1966年、昭和41年に1月30日に竣工し、3月1日に就航した。同系船には、戸佐丸、淡丸及び佐抜丸、2台がある。船体下部は、愛媛県の特産物である、雲州みかんにちなみ、大々色に塗られていた。1987年。 昭和62年の国鉄分割民営化にあたっては、四国旅客鉄道 JR 四国に継承された。1988年、昭和63年4月の瀬戸大橋線開通による、向高う航路普通便の廃止により、パナマに売却された。全長は、瀬戸丸型の76.45メートル、佐野木丸、初代の78.00メートルより10メートル以上も、 長い89.40メートルと大型化された上、看板室が船体全体にわたって設置されたため、旅客定員は1800メートル、大幅に増加した。貨車は船室見下ろしで、船内の軌道は3線で、ワム乾散27両積載。航海速力15.25ノットで、宇野高松間を60分で運行可能であった。客室が2層構造。 客室甲板と UFO 甲板となったことから、操打室のある公開船橋甲板、UFO 甲板の甲板室の天井は、全球の初代、佐野木丸より相当高いレベルとなり、また操打室の全周にわたって、窓が設置され、混雑する微酸セットでの360度の見張りが、可能であった。操打室の位置も、初代、佐野木丸より、前方に設置され、 軽線ウィンチや選手防波板の開閉、ヒーリングポンプの操作もここから行われた。このため、選手部を欠落したようなユニークな船型となった。サヌキマル、初代では、操船性能の向上を目指して、フォイトシュナイダープロペラを採用し、校内での操船性能向上は達成できたものの、潮流の早い海域の巡航時の進路安定性に、問題があり、本船では採用されなかった。 折しも、可変ピッチプロペラ等の価格が低下したこともあり、1964年から就航していた、静観連絡船津軽丸型同様、選手を横方向への水力で回答させるバウスラスタと、主軸回転数一定のまま操舵室からの翼角円角操作で全行進、速力調節ができる、可変ピッチプロペラを、装備、二枚舵との併用で良好な操船性能を、 確保した。操舵室内の配置は、左舷側前面窓際に、ヒーリング制御盤と軽線制御盤、右舷側前面窓際に、可変ピッチプロペラ翼角制御レバーや、バウスラスター翼角制御レバー等をまとめた、プロペラ制御盤が設けれたが、これら制御盤の向こう側に当たる前面窓を、開閉できない、ピラーのない固定ガラス窓としたため、操舵室前面窓が左右非対称となり、 本線形の外観の一つの特徴となった。なお、バウスラスターの操作は、静観連絡船津軽丸型では、翼角指示、追従方式であったが、元船型では、左右に倒れる、小さなレバースイッチ操作で、いわゆるノンフォローアップタイプであり、津軽丸型の非常操縦用レバーと同様の、ものであった。操舵室中央には、周囲に、 っ手が突き出た従来型のダリンを有する中村式、裏掛けレモーターがあり、横切れ船の飛行等による変身が繰り返される、航路の特性から、オートパイロットは装備されなかった。操打室背面には、火災警報表示板や、ライフラフト、救命以下だ投下装置等が非常、操作警報表示板として、背の低い板にまとめられ、後方視界を遮らないようにして設置された。 通信設備は国際 VHF のほか、三橋との入港法などの連絡、両線との連絡に使用する専用 VHF が装備されたが、末期にはハンディトランシーバーが使用され、イオマルなどの鮮明呼び出し符号ではなく、四手、通行にといった呼び出し符号が使用されていた。主機械は車両間パンカに余裕を持って収まる、背丈の低い中速リーゼル機関2台で、 定格出力は1台2310馬力であった。このエンジンは、津軽丸型のうち、大雪丸など3隻で採用されたものと同系列であったが、2台二軸で、マルチプルエンジンではなかった。しかし、機関回転数の毎分600回転を、主軸回転数の毎分250回転に減速するため、流体次手付減速機を装備していた。また、左限減速機には、 主軸駆動発電機3 3 9区がつながり、主発電機のバックアップとバウスラスター300馬力の電源となっていた。初代サヌキ丸八丸丸型同様、機関部の各種機械を遠隔管理する総括制御室も設けられた。車両間パンカーは13枚の水密隔壁で14区画に分割され、隣接する2区画に浸水しても沈まない構造とした。 さらに中央部6区画では二重底だけでなく、側面にヒーリングタンクやボイドスペースを配置し二重構造とし、さらに損傷時の復元性向上のため、原則ボイドスペースに高質ポリウレタンを充填した。さらなる安全性確保を目指し、水密隔壁に水密滑りとを設けなかったため、隣接する水密区画へ行くには必ず車両看板まで登る必要があった。 乗客全員を収容できるライフラフト救命以下だ緊急時に客室のある客室甲板津軽型の線路甲板に相当から海面上のライフラフトへ乗り移るための膨張式滑り台が装備された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。